番潮の濃度、流れなど細かなものを調べてますし、海上自衛隊、爆弾の処分をする船も持ってるんです。戦時中、日本の海の中に機雷と呼ばれる爆弾がおよそ5万仕掛けられました。それをずっと処分しているのが海上自衛隊なんです。まずどんな船が処分した？掃海艦という船、海の掃除、爆弾の撤去です。ですが、その爆弾の撤去をする際、この海底が砂利なのか岩場なのかでも処分方法がだいぶ変わります。なので湘南のような海の中を調べる船が必要。そして爆弾にもいろんな種類がありまして、中には磁石の力に反応をして爆発する磁気機雷があるんです。